どうも皆さんお疲れさんです。半兵衛です。パパです。デトロイト・ビカム・ヒューマうんふん。ン。前回の続きですね。はい。で、前回、女の子のアンドロイド、カーラが、カーラ。お父さんがちょっと DV だっ雲たんだ行きよね。が、そう、DV 風な過去の男を彷彿とさせるような仕草をやしめててやめて、聞きたくないわ。聞きたくない、聞きたくない、そういうの。ポップにしよ暗くなっちゃうから。う。ポップに、ポップに。まあ、早速始めていきましょ お願いします。う。あれ、この男の人ってあれじゃん。ねえ、さっきじゃないか。この間怒られてた人。ねこの人マーカスっていうの？なるほど。ああ、いいお家。これさ、あんだけ殴られたらもう荷物ボロボロになってんじゃねえ、なんか、ない？ 荷大丈物夫だ。踏んづけたりはしなかったんだね、人間のことも。はい。で、カールの世話をする。カールを起こす。2回？なんか立派な家だな。ね、富裕層だ。これ何？エベレーター？エレベーター？ なんか、そうだよね。リフトというか。ああ、体が不自由な人が住んでる車のか椅子の子とかいるのかな。すげえ、何これ。芸術じゃん。な？よう分からんが、すごい気はする。すごいお金持ちの家だね、 見た感ねじ。え、で、すごいキリン。何、どこ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 。右、もっと右。これ何？骨。骨？ほあ、ら。キリンだ！ キリンじゃん！キリンじゃん！あれいいな。びっくりし嬉しい。た、今。骨と思って、こう骨を見てたら、後ろにキリンがいるんですよ。キリン。キリンって怖やったじゃん。っ。マジかよ。シャンデリア可愛い。かぼちゃの馬車みたい。こっちで合ってるのかな？合ってるっぽい。車椅子置いてある。カーテンを開ける。ああ。あ、おじいちゃん。おはよう、カール。おはよう。もう10時ですよ。天気は一部曇り、気温は12度。湿度80%で午後には小雨が降るかもしれないそうです。ベッドで過ごすのにもってこいの日だな。注文した絵の具を受け取ってきました。そうだ、忘れてたよ。このそ人こがおか前い。と私の違いだな、マーカス。このお人、前画は家もうなん忘だ。れをしない。カールに注射をする。インスリンか？それじゃ腕を出してください。じゃあ違いうや、か。カール。どうも。起きて早々歯を食いしばれというのか。痛いのか。人間は脆い機械だ。いとも簡単に壊れる。ここまでしないと生きられない。はい。その服はどうした？ああ、これは街角でデモに出くわしてしまって。愚かな奴らめ。服が汚れてるんだ。アンドロイドを一体壊したところで何か変わるというわけでもあるまい。怪怖我いをな、しおていじいないちゃといいが。ん。ああ、優しい。
押し倒されただけですよ。こういう人もいるんだな、やっぱり。嬉しい。なんか初めてちょっとアンドロイドに対して優しい優しい人を見た。金目抱っこなのか。え、ちょっと待って、これ、ちょっと待って。そういうこと？危な、じいちゃん落っこどしちゃうとこだった。嫌いじゃないよ、こういう雰囲気。はいはいはい、なるほどね。まあまあ、こんぐらいあったら全然。はいはいはい。食卓に連れていく。予定があったかな。ね、今日はモマの回顧展の公開初日ですよ。うん、ここすごくね、自動ドアじゃん、うん、全部。そうそうそう。うん、まだ決めていなかったな。また後で決めるとしよう。はい、他には下だよ。ハルからのメールです。返信しておきました。うん。レオから連絡は？いいえ、カール。お電話しましょうか。いや、早い、意外と早い。早い、待たなきゃよかった。待っちゃって。一緒に降りた方がいいのかなと思って。意外と早かった。意外と早かった。なるほどね。こっちかな。腹が減った。キリンがいる。ベーコンと卵いいな。お好みのスタイルで用意してありますよ。ありがとう。いいえ。わ。え、これどこに連れてくの？あ、あっちか。食卓？こっちか。昼になる前に朝食を食べたいんだがね、よろしくな。皮肉言われて、 俺が遅かったから怒られちゃった。で、手に取る。あ、もう準備はしてあったのね。お好みのスタイルで用意してますって言ったから。うんうんうん。これ俺が操作ミスしたら落としたりすんのかな。そんくらい流れで開けてくれてもいいのにね。いや本当だよ。朝食を食べている間は自由にしていなさい。ええ、うん、そうします。カールめちゃめちゃいい人。何かやることを見つける。なんかある。特にあれか。お、カラビナみたいのがある。マジ何これ。読む本を選べってこと。シェイクスピア。なるほどね。じゃあシェイクスピアでも読もうか。本当？知ってる？シェイクスピア。それぐらいはまあ。本当？名前ぐらいは聞いたことありますよ。何を読んでる？マクベスです。進めていらっしゃったので。あ、そうなんだ。それで感想は？人間の感情はとても、興味深い。確か。でも。ちゃんと僕が理解しているとは思えません。人間だって理解していないさ。
人は感情に支配され、感情次第で乞食にも王様にもなれるんだ。感情なくして生きる意味はない。多分私がいなくなったらお前も自分で身を守り道を選ぶことになる。ベニスの商人ってやつやったね。自分は誰なのか、どうなりたいのか。それも多分シェイクスピア。人間は皆同じであることを求めるものだ。だがその言葉に惑わされてはならんぞ。さあスタジオに行こう。考えてくれてんな。スタジオはどこなんだよ。まあでも哲学とか好きなんだろうな。プラトンとかもあったから。スタジオこっちか。おお、すごい。え、これ何、部屋の中、外じゃん。あー、やっぱリフトに乗って絵描くのか。あんなでかい。ああ、そっかそっか。よし、前回の続きだ。シートを剥がしてくれ。了解。うわ、でか。すごい。スタジオ掃除。この彫刻みたいなのもこのおじいちゃんが作ったのかな。ね、幅広いね。芸術家だね。片付けてあれは片付けたうちに入るのかな。拾っただけだけどね。はい、片付けて。なるほど、場所ね、うん。で、あ、なんだ。さっき買った絵の具がもうテーブルに置かれてなかった。マジで？早っ。そのせいかな。さあ、意見を聞かせてくれ。え、これちょっと待って。え、どうしようこれ。いや、まあ俺は好きだけど。この家には何かが秘められている。うん、何かは分かりません。でも僕は好きです。正直言ってもう何も言うことはない。こうして日々が過ぎ去るごとに死が近づいてくる。私はブラシにすがりつくただの老いぼれだ。カール、私の話は置いといて、お前の才能を見せてもらおう。筆を取って書いてみなさい。え？書くって言っても何を書けば。何でもいいから書いてみなさい。余裕だ。あ、結構大きいキャンバス出されたね。アンドロイドだぞ、なめんなよ。え、書く題材を決めるだって。ちょっと待って。え、カールの絵を描く。いや、これどうなんだろう。机を描く。あー、カールの絵はなんか違うかな。うん、なんかね、なんか、いや、机描こうかな。え、ちょっと待って。ちょっと待って。あ、もうなんでいちいちこれ俺が。え、どっちこれ。うまっ。現実の完璧な複製だ。だが絵画では
模写するだけではなく自分が感じたことを解釈し表現することが大事なんだよ。なるほど。無理ですよ、そういうふうにはプログラムされていません。さあほら筆とそのキャンバスを使って。まだ書かせる気？そう、キャンバスそんなにいっぱい貼って準備した。目を閉じてみなさい。いいから大丈夫だ。目閉じろって。存在しない何かを思い浮かべろ。見たことのない何かだ。そして自分の感情に意識を集中させて、めちゃめちゃ気の向くままに筆を動かすんだ。マーカスイケメンだな。考えてる。黄色いの点滅してる。どうしようこれ。アンドロイド、人間性、アイデンティティ。アイデンティティってなんだっけ？個性みたいな。ああ、なるほど。あ、ここはやっぱり個性を出していこう。え？ちょっと待って。アンドロイド絶望疑念囚人？疑念。目つぶったまま描くんだ。すごいねこれ。これ何これ、あ、こういうこと？はいはい、はい、危ねえ、ミスりそうこれ。あー、ミスりそうこれ。ミスっても大丈夫なのかな。大丈夫なんじゃない。おお、怖っ。自分だ。素晴らしい。誰？さっき言ってた人じゃない。いや、親父。あ、あれか、カールのせがれか。気づかなかったよ。ああ、近くに来たから寄ってみたんだ。しばらくぶりだしな。どうした、具合が悪そうだぞ。ああ、平気だよ。なあ親父、ああ金が必要なんだよ。うわ、こういうタイプの息子かよ。この前渡したばかりだろう。ああ、ほら、すぐなくなっちまうんだ。ああ、また薬をやってるのか。違う、全然そんなんじゃないって。レオ、私に嘘をつくな。いいから金くれって言ってんだろ、頼むよ。悪いな、お前に金はやれない。あ、なんで。わかっているだろう。あ、そういうことかよ。どうせ自分の息子よりそのおもちゃの方が大事なんだろうな。こいつのどこがそんなにいいんだ。賢いから、従順だからか、俺とは違って。だけどな、こいつはあんたの息子じゃねえ。こいつはただの機械だ。おお、いい加減にしないか。やめなさい。あんたが愛しているのは自分と自分の絵だけさ。人を愛したことなんて一度もないんだろう。俺のことだって。どうなんだろう、やっぱりなんか過去に何かがあってああなっちゃったのかな。ね、なんかママの存在ないもんね。うん、でも年齢的に奥さん亡くなってる可能性もあるよね。死別もあるけど、うん、結構あれじゃない、絵をずっと描いてきて、はいはい、あ、家族をないがしろにしてきたパターンね。かな。ああ、まあ可能性あるね。いや、面白かったね今回も。面白かった。まあちょっと短いけど、ね、あ、うん、まあ、キリがいいということでね。女の人とこの人がね、うん、交互なのがちょっと気になるけど、キリがいいということで、うん、今回はこの辺にしときましょうか。はいはい、というわけでお疲れさんでした。お疲れ様でした。また次回の動画でお会いしましょう。お会いしましょう。バイバイ。バイバーイ。